こんにちは。今日もですね、40代、50代の恋愛について勝手にお話していこうと思います。まあ、というのがね、これそんなにアクセス高くないんですけども、なんかこのこの動画のシリーズのファンの方がいらっしゃるみたいで、えっ、ー、とね、励ましとかね、あと自分に対しての知った激励をしてくださいみたいなことで、えー、ご連絡いただくことがあるんですよ。 えーっとこれからもね、まあ、そういう方はメッセージいただければと思いますただ私の話すことに気が合わない方とかもいると思いますのでそういう方はね無理に見ずにもっとためになるうコンテンツいっぱいあると思いますのでそちらの方を見てですねモテちゃってくださいで今日はですね恋愛二極化についてお話ししていこうかと思うんですよそれはね別にどういうふうにしろってわけではなくてメカニズムを私なりにお話していきますので何かに参考になればと思いますまずですねモテるやつとモテないやつってのはこれね はっきりいるんでこれはもう分類していきましょうでモテる人っていうのはモテる男っていうのはねこれからますますモテるようになってきますうん、でこれはね自分で意識してそのモテる環境を捨てない限りモテることをやめない限り誰かに一途にならない限りいくつになってもね50だろうと60だろうと70だろうとモテていくんですよこれはもう仕方がないそういう人がいるってことですしかもこれね30%ぐらいそういう人です男性の中でモテる人っていうのが もともと持てちゃうのが5点5%とか10%だとしてもなんかそのうち持てるようになったみたいなね自分の意識とか行動によって持てるようになってきて以降ずっと持てちゃうんですだから人生でモテ期っていうのがあるわけじゃなくて持て出したらその後ずーっとその能力ってね引き継ぎますんで残りの人生でも自分が意識してやめない限りは持て出したなと思ったらそれがねずっと続きますうん、まあ、ですのである意味用心してください一人の人のにに決めた時に 毅然とと、した態度を取らないと本当にねいろんなところから誘惑が入ってきてですねえそして人間には飽きとかがありますからもしかしたら一途の人に飽きて別の一途を探し出すかもしれませんのでね、まあ、それは自分の気持ちが変わったら恋愛っていうのは形を変えていくもんですから仕方がないですけどね、うん、で次なんですけども、あのー、これねモテることを諦める人っているんですよ、うん、なんか子供部屋おじさんっていう、 キーワーワドがあったんですけどももしかしたら私詳しくは知らないんですけども子供部屋おじさんっていうのは結局モテることをねやめちゃった人かもしれませんよねこれ詳しく知ってる人がいたら教えてください多分誤解してるかもしれませんのでねでモテることを諦めた男がこれからね多くなってくるとどうなるかっていうと男の人が彼女がいらないよって言ったらやっぱりね彼女になるべく女性が一人余るってことになりますよね、まあ、ですんでモテることを諦めた男が増えれば増えるほど ななくっっちゃった、本当だったらモテるはずだった女の子がどん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 ねあぶれちゃうんですよ、うん、でそういった女性がますます一部の恋愛強者モテる男に群がっていくってことになります、うん、で厄介なのはねこのモテる男っていうのは何人の女性でも大丈夫なんですよマルチタスクこなせるんですよこれが本当のモテる男です一途でモテるなんていうのはこれも当たり前の話で3人でも5人でも10人でも同時にこなしていけるのがモテる男なんですよ でモテる男っていうのは何人の女性と同時にでもちゃんとね一人一人をきちんと大切にしてエスコートして一人一人をきちんと愛せるんですよだから10人と付き合ってても10人同時に楽しませることができるんですよね時には女性同士でトラブルになってもちゃんと1対10の関係を維持してくれるんですよそういうふうな一つのコミュニティ女性からすると 同じ男性を好きになっている仲間のようなライバルのようなみたいな感じでしょうねそういったくすぐったい関係いわゆる芸能人のファンクラブみたいな関係が始まるんですよでお互いに女性はこの人は自分だけには特別みんなに優しいだけなのっていう解釈をお互いに張り巡らして自分だけが最終的に選べるっていうふうに同時に思っちゃうんですよね、うん、でもこういった男性っていうのは密かに隠している一途な女性がどっか他にいてある日突然10人の女全員がね 振られちゃうみたいなことが起きるんですよね。うん、まあ、ですので本当に用心していただきたいかなと思います。えー、ちょっとね、えー、話を男性に戻しますとこういうふうにモテることを諦めた男性が多ければ多いほどあぶ、うん、れちゃう女性が一部のモテる男に集中するということでモテる二極化ってのがさらに加速するってことですよね。えー、そして今日はそうですねあと一つだけお話ししましょうかねあの。モテる男のスペックって落ちることがないんですよ。ねそういうふうに思いませんか例えばね 身長とかルックスって多少の老化はありますけども年齢に応じたおしゃれとかあの若さの維持っていうのを持てる男っていうのは必ずするんですよ10代の時には10代の持て方20代の時には20代の持て方30代の時には30代の持て方4050になったら4050の持てる自分をちゃんと作っていくんでちゃんとねルックスは維持するんですよこの能力っていうのは落ちないんですよねもちろん身長もいきなり低くなったり高くなったりしませんから やっぱりね女性の目指している理想の身長ってのに一回はまるとずっと一生その身長は引きずっていくってことになりますえそして学歴ですよね学歴とか経験ってのもこれなくなんないでしょだから20代でモテるようなねそんな要素を持った人ってのは30代でもそれを引き継ぐんですよだから40でも50でも60でもずっとモテて,ていくってことになりますそしてトーク力ですこれは引き継ぐばかりがどんどん上手になってきますですよねだって女の子と付き合ってる人なんですよ 女性との会話に慣れてるんですよそれは女の子とたくさん付き合えば付き合うほど女性との関係が深まれば深まるほど人数が増えれば増えるほど20になっても30になっても40になっても50になってもどんどん上手になるばっかりで落ちることがないんですよ。ですからね女性に話しかけるのに躊躇している人はマゴマゴしてる場合じゃないです。そういうのね意に問わない人がモテ男ですからそういう人にかっさられていきますよ、ね。ある男性がある女性に思いを寄せているんだけどもなかなか言い出せないデートに誘えない。 そういうのを知る身にですね、いくらでも何人でも同時に支えるような男性が現れたらもうそれで終わりですからねかっさらわれてさよならですよもう立ち打ちできなくなっちゃいますもともと大したことしなくてもモテる人と頑張って意識を込めてもなかなかモテにくい人勝負は明らかなんですよねで「真心が」とか言いますけどもやっぱりね真心も大事なんですけども女性は今日声をかけてくれる人が大事なんですよ明日に恋愛は先延ばしできないんですよ女性は時間がないですから ね男性よりもないわけですからであとね人脈とかもね男性引き継ぎますよね古い友人って言葉がありますけどもまさにね50になっても60になっても学生の頃の友人をいつでも引き合いに出してくれるのが男なんですよまあ、ですので友人を積み上げていく人脈を積み上げていく上司部方の関係が良好であるそういう人は結局誰とも人間関係を円滑にこなせるような コミュニケーション能力があるんでだから女性とも同時に付きあえるし女性に対してもものすごくエスコートが上手だしねだから友人に対してのエスコート上司や部下に対しての接し方も上手なんで人間関係でのトラブルを起こさないんですよそればかりが人間関係では好感ばかり持たれるんですよだから人間関係に悩んでる人って基本的に持てないんですよだからまずはその人間関係の悩みを自分から解決していくその一部に彼女との関係がうまく作れるかどうかっていう人間関係もあるんですよね だから人間関係が上手にいかない人が女の子とだけ上手にいくってのはなかなかないんですよだから全部をうまくまとめていかないとそのトレーニングの場だと思っていただければ職場も一つのねえー、格好のそって修行場になるんじゃないかなと思いますけどねだからねなんか人間関係ギスギスしてちゃなかなか、うん、彼女は攻略できないんじゃないかなと思いますよねモテるやつっていうのはね結局その辺もうまくやるんですよ彼女女ともも性関係も上手だし 男性関係も上手だし職場関係もど上手だしコミュニティ関係も上手なんですよ何においても人間関係が得意でトラブルもトラブルと思わないですよねなんか人間関係でトラブったらこれを解決したらまたスキル上がるじゃんみたいに思うんでロールプレイングゲームみたいにトラブルを好んで解決に向かっていくんですよねんから超ポジティブなんですよ全然落ち込んだりとか下向くことは全くないんですよねだからモテるとも言えます女性がそういう風な勇気を持ったスピード感のある人を愛するようにできてるのかもしれませんよね うじうじして選択に迷うようなね、うん、優柔不断の人が持てるようにはなかなかなっていかないってことなんですよで人脈でしょあと最後になってきます男性としてやっぱり昔からね狩りに行って獲物を取ってくる人が女性に対する安心感でありやっぱ包容力であったり頼もしさなんですよねだから稼いでこれない男ってのは基本的に持てないですよねうんやっぱ現実が支えられないです稼ぎがなければ もちろんね貧乏でも大丈夫みたいな危篤な女性がいたらそれは本当にね大事にするべきですよなかなかですよだって女性は家族や家庭のこととか、うん、自分の友人とかね両親のこと考えるわけですよやっぱ多少ね経済的に力強い人のところに行ってよかったねって言われたいですよ女性としては何であんなとこ行ったのとか言ってね二度恥をかくようなことしたくないんでやっぱりお金の力ってのは40代50代になってくると、うん、まあ大金持ちである必要はないんですけどもね ただやっぱ低所得だと女性もなかなか安心して振り向いてはくれないんじゃないかなってことになります、まあ、ですんでお金に自信がなければね諦めるんではなくてお金以外の力をモリモリつけていかないといけないかなと思いますその一つが勇気であり行動力でありスピード感かなと思いますし健康体でありね、えー、それから行動力とか決断力になってくると思いますそれがあればお金がなくても大丈夫でも逆にこれだけの能力があったら自動的にお金は寄ってくるそんな体質になると思うんですけどね はい、ということで今回は恋愛二極化についてお話してみましたけども気に入っていただけたでしょうかどうでしょうかねえまたこっそりでいいんでコメント欄に書きにくいと思いますからまたメールの方いただければそれに基づいての動画を引き続き作らせていただきますそれではいってらっしゃい